東もぐさ、東もぐさ、東外、青年不詳六十四年は、中国語圏末期から三国時代の義の将軍。字は、地裁。慶州義陽軍と義陽県、現在の河南省南洋市、新野県の人。子は、東忠氏。その他二名。孫は、東明、東千明。創村は、東東、東明の子。東忠市里、東明の子。原村は、 東高、東東の子。内政、軍事問わず多くの功績を挙げ、脅威の北伐を幾度も防いだ。晩年には、食生罰を行い、流禅を降伏させた。あ、喫音であったが、地略と強い意志力を兼ね備えていた。幼くして、父を亡くし、曹操が慶州を制した時に、故郷から連行され、女南の屯田民とされた。十二歳になった時、母に連れられ、 英雄に赴き、文は、世の半たり、行いは、死の乗りたりと書かれた、陳ン都と級秘碑文を読んで、自ら名を、当藩、字を、子息と名乗った。後に、一族で同じ名をつけた者が出たので、名を、東も草、寺字を、司祭と変えた。十二、三歳にして県から召し出されて、役人となり、同い年の石ずとと共に、上場天皇部民に配属された。ちょうど非。 敵出身の越者である各原神が御舎を探していたので、天皇芝は石頭ととモも草を与えた。各原神は彼らと語り合いながら十里余り歩くうちに気に入り、あなた方は後に急遽、最小にいるだろうと言った。その後、問い隠しとなったが、喫音のせいで周りから疎ましがられたためなかなか出世できず、苦学して天皇の続官である。 稲田守るそう鎖となることができた。同じ軍役人の父が東も草の家の貧しさに同情し、東も草に手厚い援助を施したが、東も草は全く御礼を言わなかった。この頃、彼は高い山や広い沼地などを見かけると、いつも軍営を設置するのに適当な場所を探そうと測量を行い、それを地図に書き記していた。当時、 彼のこの行動をキーであるとして嘲笑する者が多かったという。天皇後期、上京里と昇進し都に使者として赴いた時、芝居に越見できることとなった。芝居は彼の才能を高く買い、東茂草を俗館に任命し、ついで少書郎に昇進させた。当時、伝授を拡大して、穀物を蓄え、俗国、呉を滅ぼすための基礎とする計画が立てられた。東茂草は、 人工移動受診までの地域に派遣され、そこで視察を行った。視察を行っていく中で、この辺り一帯の電磁は良質であるが水が少ない、ため、十分に土地から収穫を上げられていないと指摘した。このため今日開き、水を引いて考えすることにより、大いに食料を収穫することができ、また、水運の道も通すことができるのだと考えるに至った。トウモグサは都に戻ると、 運河整備の必要性を、芝居に強くとき、ジェハロンという書を表して、その趣旨を皆に説明した。また、それと合わせ、昔、黄金が破れたことでトンネルを行い、京都に穀物を蓄えて、司法を制しました。今や三方面はすでに平定され、歪南の地域のみが残されております。また大軍が侵攻するごとに、半数以上の兵を遠方より送り出すためは大な。 費用を浪費し、大きな負担となっております。そこで、賃、賽の間の土地は低質で、多質が良いため、京都付近の稲田を廃して、水路を合わせ投下させるのがよろしいかと思います。純北において2万人を、ワイナンにおいては3万人を飛んでんさせ、十分の2ずつを交代して休ませ、常に4万人で、交電しつつ、守備に当たらせるのです。水は、豊富にあるので、常に、 正方、ローミニトンデンの3倍は収穫が期待できます。計算しますに、諸経費を除いても毎年500万国を超える穀物を軍の兵糧として提供できるため、6.7年間もすれば3000万国を歪水の沿岸地域に蓄積することができ、これは10万の将兵の5年分の領食に充てることができます。これを元として、暮の隙に乗じれば、 どんな大規模な遠征でも勝利を得られることでしょうと、進言した。芝居は、震源を入れ、すべて実行に移した。241年、ついに運河が完成した。これにより、バイナンデジヘが生じて、軍病を起こすことになった際には、いつも、戦乱を容易に、長江、ワイガに到達させることができるようになった。その後、三政制軍事となり、 南安大衆に昇進した。二百四十九年、脅威が洋州へ進行してくると、各順に突き従いその進行を防いだ。脅威が攻勢を諦めて、退却を開始すると、各順はそれに乗じて、脅威に協力していた、強族の攻撃に向かった。東さは、脅威が退却したとはいえまだそう遠くには、至っていなかったため、こちらの動きを知ると引き返してくるのではないか思った。 そのため、各順に諸軍を分けて一部を備えとして残し、不良の事態に備えるべきであると進言した。各順は、東もぐさを止めて、白水の北に駐屯させた。三日後、脅威は両下を派遣し、白水より南下して東もぐさの陣営の向かい側に陣営を構築した。しかしこの時の東もぐさ軍の兵数は乏しく、兵法から見てもこのままとかして攻めてくるのが、 成功法であった。このため、東悟草は、脅威の軍勢が急いで引き返してきたものの、橋を作ろうとせず長期戦の構えを見せたことを不審に思い、脅威が領家をこちらに退治させ自分たちの動きを封じておく間に、脅威自身が東より城を攻撃するという作戦に違いないと考えた。城は、白水の北にあり、東悟草の陣営より六十里の距離があった。東悟草は、 諸将に命じてその日の夜間に密かに軍を移動させ、城へ急行した。狙い通り脅威は溶かして、城へ押し寄せてきたが、東も草がすでに城に立てこもっていたので、諦めて退却した。この功績により、関内港の爵位を賜り、内田将軍の港を加えられ、後に、城陽大衆へ転任した。この当時、兵衆で、右剣王、劉氷が五部。 強度の一部族として大きな勢力を持っていた。トウモグサは、ばしに対し、万族どもは、獣の心を持っており、道義によって従わせることができません。また勢力が大きい時は信仰し、小さい時は内属します。州の戦王の時代には、強度の先民の信仰があり、関の高祖の時代には、僕突然により平城が包囲を受けるなど、強度は、人と左官になるごとに、 大きな最悪をもたらしてきました。そのため対策として、前儀を強度主力の生き甲斐に出させ、部族長らと距離を置かせるようになってきてから、これを誘致し蕎麦遣いとして散大させるようになりました。これにより、万族どもは闘御者を失い、離合を繰り返すようになりました。また前儀を国内に止めておくことで、万里の彼方までを規則に従わせることができるようになりました。しかし今、 前宇の尊厳が火を追うことに落ち、外地の異民族の移行が次第に重くなりつつあるめ、再び彼らに対し備えを深くしておく必要が出て、来ました。この度、流氷の部族に反乱が起きたと聞き及んでおりますゆえ、これに乗じて彼らを分裂させ二国とし、その勢力を削ぐのです。かつて強度の差、比が武帝、曹操の時代において功績が顕著でしたが、その子は、 七行を継いでおりません。そこでその子に剣豪を加え、元門に住まわせれば、よろしいでしょう。国を分裂させて力を弱め、遡って、昔の君行席で恩賞を取らすことにより、長きにわたり、国境を統制することが可能となりすと進言した。また合わせて、万族のうち、民衆と同じところに住んでいる者を段階的に、追いやり、集落の外に居住させて、 連地をわきまえる教育を行い、邪悪への道を閉ざされますようにと進言した。しばしはまだ政権を握って間もない頃であったが、とも草の意見のほとんどを採用した。ついで、助南大使に転任し、認知に赴くと、かつて、とも草を交流してくれた役人の父を、尋ね求めたが、との昔に亡くなっていたため、下役を使わして、これを祀らせ。 その母に多くの贈り物を与え、その子を経理に推挙した。トウモグサは確認地で荒野の開拓を行い、軍民を共に豊かにした。二百五十三年、クレの諸葛務が合皮新志郎、包囲攻撃したが、九軒らに阻まれ、諦めて撤退した。トウモグサは芝市に対し、孫賢が死んでから、クレの重臣たちは未だ、 尊領に心から従属しておりません。呉の名家豪族は皆私兵を多く持っており、十分に独立できる力を有しております。諸葛務は政権を握ったばかりだというのに、内心ではその仕組を軽んじており、上下関係を慈しんで国内の基礎を固めることを行わず、対外政策にかかりきりになり、民を容赦なくこき使っております。また、 軍病のほとんどを動員したにもかかわらず合否、新白攻略に失敗し、万を超える死者を出して、最下を抱えたまま国に帰還しました。まさに、諸葛つが罪を受ける時であります。昔、春秋戦国時代、ご師匠、暮れ木、昭王、学期は皆当時の君主に信任されましたが、主君が死ぬと失脚しました。ましてや諸葛つの際は四件ほどではなく、 大きな最悪を免れる配慮も行っておりません。彼の破滅の日は近いうちに訪れましょうと言った。諸葛つは帰国すると、孫春蘭のクーデターにより殺され、果たして、唐モグサの言う通りとなった。演習志士に昇進し、ブリー将軍の号を加えられた。この時期、唐モグサは上奏し、国家の急務はただ農事と軍事であります。兵が強ければ、 戦に勝ちますが、国府の源となる農事こそ勝利の基本でありま。講師く、職たりで兵たると。職は、軍備の前にあるものです。上席が借位を設けて感動しなければ、下者において、蓄財の効果を上げることはできません。奇跡評価の際の温床を、穀物を備蓄市民を豊かにした者に優先して、与えれば、上辺だけで取り繕うような交際の道を根絶し、 表面を飾るような風潮も源から耐えさせることができるでしょうと、術、濃厚の重要性を強く説いた。総某、後期合コが定位につくと、法上抵抗に進む風された。二百五十五年、幼州を守備していた、九県、文勤が反乱を起こし、歪難で放棄した。九県が、早足の者を使者として中央に派遣して、文書を送り、 大衆を混乱させようとしたが、東も草は真っ先に、これを切った。ばしが逆賊討伐の命を下すと、東も草は、大山の諸軍一万余の兵を指揮して、通常の倍の速度で進軍し、諸将に先んじて、学科城に赴き浮き橋を作った。ばしが到着すると、そのまま落余市城を拠点とした。この時、旧県が工場に移り城を建守し、 文巾はその場外で遊軍となって、しばしの襲来に備えていた。トウモグサはわざと敵軍に隙を見せて、文巾を楽よしに誘い出し、大軍でもって、散々に打ち破った。トウモグサが、丘頭まで追撃すると、文巾は、クレに亡命した。この時、クレの孫春らは十万と豪する軍病で、長江を渡ろうしていた。諸葛丹は、トウモグサを派遣して小エビに寄らせ、 クレ軍の迎撃に当たらせた。だが、トウモグサは、小エビが敵の勢力とは遠く、要害の地ではないとして、不定に駐屯地を移した。そこで諸葛糸口らを派遣して、恥無傷で戦わせ、敵を逃走させた。乱が鎮圧されると、召喚されて、長水行為に任命された。また、文勤らを破った孔により片上合行に、進む風され、雪康西将軍となった。 九件、文金の乱。二百五十五年、植官の脅威が老生軍に侵攻すると、養子市の王行が迎撃に当たったが、西で植軍に大敗した。王行は数万の兵を失い、敵道場に退却するも植軍に包囲された。東摩草は、陳ーヤ氏と共に王行の救援のため敵道に向かい、包囲を解いて、脅威を小包まで撤退させた。 功績により、安政将軍、カリ伏し、両、森あズマ教皇位となった。この時多くの者は、脅威の力はすでに尽きているため、改めて備えをする必要はないだろうと言った。だが、東桃草は、真っ向から反論し、脅威が再び攻めてくる理由を五つ挙げた。大行の西での敗北は、小さな失敗ではない。軍が敗れ将が殺され。 ヨネクラが空となって住民が離散し、西は崩壊寸前である。今、作戦の面から言えば、脅威に勝ち戦の勢いがあり、我が方は巨弱の実態にある。これが第一の理由である。敵軍が上下ともよく訓練されており、武器も鋭利であるが、我が方は、将が大行から私に代わり兵も新たに派遣出たばかりで、武具も未だ不十分である。これが、 第2の理由である。敵が船で行軍し、我が軍は陸を進んできたのであり、苦労は同じではない。これが、第3の理由である。敵道、老政、南安、紀山にはおのの守備を置かねばならず、敵が一箇所に専念できるのに対し、我が方は分散しなければならぬ。これが第4の理由である。南安、老政では領食を、 共族の国家手に頼ることになるが、もし紀山に向かえば、千五郎にわたり成熟した麦がある。脅威は必ずこれに釣られてくるだろう。これが第五の理由である。俗軍どもは小賢しい策略を持っているのだから、その到来は間違いないであろうと言い、備えを怠らなかった。256年、東もぐさの予想通り脅威は紀山に向かったが、東もぐさが、 すでに防備を固めていると知ると、方向を変えて、到底より南安に進路を取った。東も草は、脅威の航路に先回りを行い、部長山によって脅威と対峙した。脅威は東も草と要害の地を争ったが打ち破ることができなかった。そのため、その夜に、伊水を渡って東へ向かい、山に沿って上に赴いた。東も草は再び進路を遮断して、団太に似て迎え撃った。 この時脅威は鎮西大将軍の小渡るに、東悟草軍の背後を取るよう命じて、攻撃しようとした。だが、東悟草は敵軍の動きを読んでおり、小渡るは計画の通りに合流できなかったため、攻勢に失敗した。このため脅威は諦めて退却したが、東悟草は猛追撃を行い、逃げ惑う植軍を散々に打ち破った段谷の戦い。東悟草軍は、 二桁に上る敵将を切り、四桁の兵の支給を挙げ、捕虜と打ち取った敵兵を合わせると一万人に近かったと言われ、象直により、東摩草は鎮西将軍、都と黒尾美諸軍事に任命され、東港に進む風された。さらに、五百戸を分割して、この島ただしも抵抗に取り立てられた。二百五十七年、諸葛丹の反乱に抗応する形で、 脅威が進行してきたため、大将軍芝持が迎撃に当たった。トウモグサは一軍を率いて、その救援に向かい、頂上に置いて、脅威を迎え撃ち、その進行を防いだ。脅威は、トウモグサらの陣地を力攻めでの突破は、難しいと判断し、少しの距離を取って、陣を構築し長期戦の構えを取った。トウモグサと脅威は、約半年の間退治を続けたが、 諸葛丹が敗北したとの法を聞き、脅威は撤退した。功績により、生成将軍に昇進し、その前後の画像によって、合計6600個となった。262年、またも脅威は北伐を勧告した。東桃さは、進攻してきた脅威を後腕にて迎撃に当たり、打ち破った。破れた脅威は軍を退却させて靴中まで交代した。263年、 大将軍柴明は、植生罰の軍を起こし、自ら全指を取った。東武草は、ローミに一体の諸軍を率いて靴中に進み、そこに駐屯していた脅威と対峙した。東武草はそこで、各軍に命を下し、要衆死し,し、諸葛糸口には、脅威の背後を突き退路を遮断させ、天水大使を大平にはただちに、脅威の軍営を攻めさせ、 老生大使兼広志らにはそれより手前で溶撃させ、近城大使、溶金らには、貫末に向かわせた。その頃、商会は十万の軍勢を率いて、別の道から艦中に軍を進めていた。脅威はそれを聞くと、商会を防ぐため国に帰還しようとした。脅威が撤退し始めるのを見ると、溶金らは、脅威の追撃を行い、強し川口まで追い打ちを続けた。脅威は、 撤退を続けたが、諸葛糸口はすでに退路を塞いで教頭に駐屯していると聞いたため、穴、観光を迂回して諸葛糸口の陣営の背後に出るように見せかけた。諸葛所はこれにつられ、脅威の迂回を防ぐため三十里ほど交代した。脅威は諸葛糸口の軍が退いたと聞き、手薄になった教頭より退却した。諸葛はちに気づき急いで、威のをとしたが、 ついたちの差で及ばなかった。脅威は、なんとか、東へ引き上げ、剣閣の守備につき、紹介に備えた。剣閣に軍を進めた、紹介は、すぐさま脅威に攻勢をかけたが、剣閣の守りは固く攻略することはできなかった。トウモグサは、剣閣が剣祖であり容易に落ちないであろうと判断し、上層して述べた。今、俗軍を叩きのめしたところですから、 当然この勢いのまま攻めるべきです。影平より横道を通って、艦の特陽艇を経て、へ向かえば、剣閣から百里、生徒から三百余里の地点に出ることになり、騎兵で敵の中心部を突くことになります。そうなれば、剣閣の守備兵は必ず、に駆けつけましょうから、正解は、容易に、剣閣を、進む突破できるでしょう。逆に、剣閣の軍が駆けつけなければ、 に対応する兵は少なくて済みましょう。孫子の兵法書には、その備えなきを攻め、その追い、主は、ザルに出るとあります。今、敵の手薄なところを吸収すれば、破るのは、必要ですと。十月、東も草は、影平道より、無人の地を行くこと七百0余里に渡って行軍した。山に穴を開けて、道を通し、谷には橋を架けて渡った。 山は高く谷は深く、作業は困難を極めた。また氷糧輸送にも行き詰まり、菓子の危機にもさらされた。トウモグサは、に、自らの体を包んで、転がりながら谷を下った。将兵は、身なきに捕まりがけをよじ登って、連なって、前へ進んだ。長い困難のせい、ようやく先人が、高油に到達すると、諸の首相の馬は驚き、すぐさま降伏した。 トウモグサ出現の方を聞くと、諸区の栄将軍諸葛戦は、から面地区へ引き返し、陣を並べて、トウモグサを待ち構えた。トウモグサは、このトウタダシらを使って、敵軍の右陣に出し、芝野七三らには、その左陣に出して、攻略に当たった。だが、トウタダシ、七三は、打ち破れず敗北し、いずれも帰還すると、敵軍は兄弟であり打ち破ることはできないと言った。 トウモグサはこれに起こり、弱気な発言をした、トウタダシ、資産らを、しつかし、これを切ろうとしたが、考え直してもう一度だけ機会を与えた。トウタダシ、資産は改めて死に物狂いで戦い、これを大いに破り、諸葛戦を呼び、少々、長したガウラの首を切った。トウモグサは、免築を占拠すると、さらに軍を進めて、に至った。この時、職軍の主力は、 剣閣に集中していたため、もはや、生徒を守りきる力はなく、劉禅は死者を使わして、皇帝の玉子と字を東も草に渡し、幸福を願い出た、職官の滅亡を。東も草が生徒に至ると、劉禅が、大使、長および、軍神十四人を率いて手を後ろに縛り、棺を担いで軍門に出頭してきたので、東も草は節を取り今しめを解いて、棺を焼き払い、 彼らを受け入れて、罪を許した。東もぐさは、略奪をせず、幸福者を元の仕事に復帰させたので、諸の民に称えられた。また、義長廷の許可を得ず独断で、劉禅を行表起将軍とし、大使を放射とい、蝶を馬といとした。諸の重臣たちもそれぞれ元の官位に従い、義の官職を授けたり、ある者は東もぐさの属官となった。資産に、 駅州氏を、老生大使兼広志らに、職中の諸軍大使を兼任させた。また、面地区で景観を築き、先行の記念とした。その後、戦死した義軍の将兵を、一度は景観にした、諸兵の遺体と一緒に埋葬ている。東桃草は、大層自分の手柄を自慢し、諸の次第部に向かって、諸君はわしにあったおかげで、今日の日を迎えられるのだ。もし、 五感初期に、職を攻め滅ぼした、クレカンのような男に出会っていたならば、とっくに破滅していただろうと言った。また、脅威は、彼なりに、当代の英雄であるのだが、わしと遭遇したために追い詰められたのだとも言った。有識者は皆これらの発言を嘲笑したという。食討伐の功績により、トウモグサは大に任命され、二万個を活増された。 すでに70歳に近い老年であった。二人の子も抵抗に封じられ、千個の領地を与えられた。トウモグサは、その後も生徒に駐屯し、勢いのままに、クレを征伐する計画を立てた。まずは、将兵を休ませながら、農業を盛んに行い、同時に造船を行い、長江を下って、クレに進軍する準備を始めた。また、竜然を生徒に留め置いて工具することにより、 クレの孫安に幸福を促す材料になると思い、流禅を不風王に報じて財産を戻そうとした。トウモグサがこれらの旨を柴明に申し入れると、柴明は守るに命じトウモグサを戒め、自分の考えだけで勝手な行動を起こさないよう注意した。だが、トウモグサは職を滅ぼした今、一刻も早くクレを討伐するべきであると考えます。 朝廷からの命令を待っていると気を逸してしまう恐れがあります。春秋によれば、外部は国外に出たら、国益のために独断選考を行っても良いことになっておりますと反論した。紹介が、当もぐさの行動は、反逆行為に当たると急断し、反乱するのはもはや時間の問題であると上層すると、これず、悲惨らもそれに同調した。そのため、間もなく少書が下り、 トウモグサは反逆者とされ、マモルに捕らえられて、囚人護送者によって都へ送還されることになった。孫森の師匠、義志春秋によると、トウモグサは天を仰ぎ探索し、私は中心であった。白鬼の無語い運命が、京に再現したのだと言った。トウモグサが捕らわれた後、紹介は、生徒に入った。トウモグサの護送者が生徒を立つと、紹介、 京いらはクーデターを起こしたが、失敗に終わり、殺された。そのため、トウモグサ配下であった将兵たちは、囚人護送者を追いかけ、彼を助け出しそのまま帰都に着いた。だが、守ルがそのことを知ると、将介の命を受けて、トウモグサを逮捕したことに関し、自分が後に、トウモグサ、トウタダシフシに報復されるかもしれないと恐れた。そこで、伝続をそそのかし、 トウモグサの軍勢を追撃させた。デンツズクは、かつて、コウアブラにおいて、新軍を拒んだことにより、トウモグサに切られそうになったことがあった。デンツズクは、メンチクの西でトウモグサの姿を捉え、この党ただしとともどもに殺害してしまった。落葉にいたその他の子も反逆者への連座として、処刑され、妻と孫は再生える罪となった。六十五年、進むの芝居は、 トウモグサは功績を誇り説議を失ったため、滞在に陥ったが、上場借料の余地はあるとして、妻と孫の帰還を許し、後継者を絶やすことのないように命じた。267年、男爵はトウモグサを弁護して、次のように述べている。当時過去刑に処された者を弁護することは、過去の皇帝の誤りを申し立てることでもあり、自らの失脚につながる行為であった。 ましてや反逆者として処刑された者の名誉回復の嘆願をするなどは命がけの諸行でありまず受け入れられないものだった。しかし男爵の嘆願は身を結び、273年、柴縁は功績を評価して、名誉を回復するとともに、孫の唐明を老中に取り立てた。対四年間、京が退去して反乱を起こしたが、唐もぐさの気づいた取りのおかげで官民共に安全を、 保てたという。三国志の著者陳次は、トウモグサを強い意志力で功績を打ち立てた。しかし、災いを防ぐ配慮に欠けていたと評している。一農政官から身を上げたトウモグサは多くの人々に慕われ、彼の死後長きにわたって多くのトウモグサ病が作られ、一部が現存している。また、現在でも、喫煙の人を励ます例として、 当もぐさの立七伝が引き合いに出されることがある。職官の人物が好意的に書かれる三国支援儀の影響が強い中国で、儀の人物が好意的な例えに用いられることは珍しい。当の士官が選んだ中国史上六十四名将に選ばれている武六十四章。儀で選ばれたのは彼と長領だけである。小説三国支援でも生死同様に、 知略、意志力に優れる上に、一気打ちで猛将の分をしや、脅威と互角に渡り合うなど、優れた武勇の持ち主として描かれている。255年の適道の戦いでは、王行の窮地を救ったことを、共闘した陳康氏から高く評価され、陳康氏は東もぐさの才能に敬意を抱き、十歳以上年齢の離れた彼らは、忘年の交わり、 年齢差を超え交わりを結んだことになっている。その後は、静止同様に、食感を滅ぼしたが、無本の疑いで逮捕され、紹介の乱の混乱の中で、この党正しと共に殺されてしまう。無類の豚足好きだったと伝えられ、中国河南省省水県には、当上陽子イノシシめなる毎日食べても、飽きないという複雑な味の豚足料理が、伝えられている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。